2017年8月17日、日光市を17時に出発しました。日光宇都宮道路の日光パーキングエリアで、トイレ休憩。これから川崎市に一般道で向かいます。帰省ラッシュを外したつもりですが、渋滞に突入しそうな予感。加速がいいからストレスはないです。燃費はメーター読みで 30.1。 車が多いから伸びませんね。缶コーヒーをいただきます。トイレが近くなるから飲まない方がいいんですけどね。宇都宮市内の渋滞を超えて流れてます。国道4号線バイパス走行中です。車が多いのに煽ってくる車がいます。嫌ですね。燃費も伸びてきました。 31.0。 利根川の手前あたりかな。片そば3車線の道が2車線に減りました。車が多いです。五花を過ぎたあたりかな。道が暗いです。夜道はちょっと苦手です。燃費が落ちていく。 28.7。 道の駅庄司でトイレ休憩。春日部、越谷、草加、千住、上野の渋滞を抜け、やっと新橋です。夜でも人が多いですね。だいぶ燃費も落ちました。 28.5。 浜松町国道15号線、そして五反田へと国道1号線に抜けていきます。燃費は 27.8。 川崎市まで 28km 台は無理そうだな。おお、 27.4。 だいぶ下がってきました。暑いからエアコン切れないですからね。川崎市に到着です。 170km 走って、平均燃費が 27km、 6リッターの消費ぐらいです。5時間の旅、お疲れ様でした。